第26列記念マシンの出走です。それではスタートです。ドライバー大田と第26列さあ、リーチェスマシンは、レシコナイケ、オフィード、オトロナイスが、トップクリア4周年間で、日本でレジデンスのラップテントは一番前チャンジで、さあ、リーチェス、このまま逃げてくるか、お前の中間中に向かってくるぞ。さあ、また次は、スマッシュを選手、トップ戦は、4番、2番、8番決定会だ。さあ、現在、着実に心配を頼むのは、一番早くも面白くクリア、6周年間で、計画は55秒経過だ。残りは55秒。さあ、リエ選手、このまま逃げ切れるのか。さあ、次4番目でトップ。さあ、次1番、今まで出てきて、今は B 選手。この選手を打ちたいところ、打ち決めたいところ。計画は1分30秒経過だ。残りは30秒。トップ集団は4番、2番、8番という順番がない。このまま止まってしまうのか。さあ、残りはもう時計国境に迫っていて、警察官はここで1分50秒経過だ。残りは10秒。さあ、残りは力のラストスポット4番、2番、8番みんな変動はない。さあ、はここで2秒経過。チェックアップラックになります。6番、7番、3番ゴールインです。9番、4番もゴールインとなっています。1番、ウルテンスのゴールインです。